辰巳英一 H1 月19日から1988年2月17日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。公職追放中にもかかわらず、吉田茂と GHQ の橋渡しを務めた。その時、吉田にウィロビーを引き合わせた。戦後の連合軍占領中にウィロビーの発案で川辺機関が組織された。佐賀県出身。 商業、辰巳平三郎の次男として生まれる。佐賀中学校を経て1915年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少位に任官し不評、第21連隊付となる。独立守備隊、第4代隊付陸軍不評学校付などを経て1925年11月、陸軍大学校を優等で卒業し不評。 第21連隊中隊長に就任した。1926年12月、教育総監部付勤務となり、教育総監部会員を経て1928年5月から、翌年5月まで臨時第三師団三謀を務め、三党出兵に出動した。1930年7月、イギリス駐在に発令され、翌月、不評調査に昇進。 1931年1月、イギリス大使館付部官補佐官となり、関東軍参謀、県満州国大使館付部官補佐官、参謀本部員を歴任し1934年8月、不評中佐に進級。1935年8月、第五師団参謀に就任し、イギリス大使館付部官に転じ、1937年11月、不評大佐に昇進。 1938年4月、参謀本部付となり、参謀本部課長を経て1939年12月、イギリス大使館付部官に発令。1940年8月、陸軍少将に進級。太平洋戦争開戦に伴い1942年7月、交換戦でイギリスから引き上げ帰国した。1942年9月、 東部軍参謀長となり1943年10月、陸軍中将に進んだ。1945年2月、第十二方面軍参謀長に就任。翌月、第三師団長に親保され、中国へ出征し、鎮港で終戦を迎えた。1946年5月に復員。警察予備隊の幹部人選に、中英武官当時からの上司であった。 吉田茂の副審として、関与、同期の木村松次郎、宮野忠孝ら旧陸軍の召喚クラスをまとめて、その基礎を作った。一方で、中央情報局の協力者、ポルストルマイナス語として、内閣調査室や後の自衛隊の設置に関わる資料をアメリカ政府に流していたことが2009年10月、有馬哲夫、早稲田大学教授のアメリカ国立公文書、 記録管理局における機密解除資料調査で確認された。1975年1月から1978年12月まで開校者会長を務めた。ありがとうございます。